続く打者は5番の南亮介。打ち上げました。センターはちょっと深い守備位置だった。ああ転んだ。先制点が入りました浦和学院。外野はだいぶまだ昨日の雨の水が残っています。タイムリーツーベースという記録になりました。